皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、キャップカットの動画編集について、下記の質問がありました。今回は、この質問にお答えしたいと思います。質問！キャップカットで、画像と同じものを、2個目の動画にも全く同じになるようにしたいんですが、毎回1からサイズ調整しないと、大きさがずれてしまいます。はじめにやったものと同じのを、2個目に反映させることはできますか？という質問について考えてみたいと思います。通常の操作としては、テンプレートになるような動画をあらかじめ作成しておき、キャップカットの入れ替えるという操作で画像を入れ替えて完成させるというのが一般的ではないかと思いますが、ただこの場合でも入れ替えた後に画像が元の位置に来るかといえば、来ることはなく、サイズや位置をその都度手作業で調整しなければなりません。なので一案としては切れ替えではなくはめ込みで画像で読み込んで元の画像と重ねて同じ位置サイズになるように調整してから元の画像を削除するなどの方法が有効かと思います。それ以外の方法としてはグリッド線を使用するという手があります。グリッド線とは便線やエクセルの枠線のような薄い線で配置位置を捉えられるようにするための補助線です。通常印刷時には印刷されません。実はキャップカットにもこのグリッド線というのはあります。エフェクト、動画エフェクト、基礎の中にグリッドというものがあります。使い方としては動画作成時はこのグリッド線を表示させて作成し完成して保存する前にこのグリッド線を削除してから保存するという使い方になります。しかし、このキャップカットのグリッド線は幅が広すぎて使い物になりません。キャップカットさん、グリッド線の意味わかってますかね？そこで、このグリッド線を今回自分で作ってみました。使用したアプリはグリッドシャープという無料アプリです。その他にもたくさんあります。使い方は簡単で、1傾向緑色の画像を読み込む、2グリッド線をつける、3色や線の太さ、枠のサイズを調整する、4保存する。ここがこのアプリのわからなかったところですが、画面投げして保存できます。以上で出来上がりです。できた画像をキャップカットに読み込んで、クロマキーで緑を抜けば、グリッド線として利用できます。クロマキーで抜くとき、濃度 100% と、シャドウ 100% にすると綺麗に抜けます。よろしければスクリーンショットしてお使いください。動画作成中はこのグリッド線を表示して位置を調整して動画を保存する直前に削除してから保存するという使い方になります。枠を大きくしたり細かくしたりはキャップカット内でサイズの調整もできますが頻繁に使うのであれば作り直した方がいいかもしれません。ということで、一定の定規グリッド線があれば、画像の位置の調整が楽だな、というお話でした。キャップカットって、本当に面白いですね。以上です。